どうも、YouTube ご覧の皆さん、ジゴ39チャンネルです。今日は、豊橋駅に、来ています。豊橋駅はね、結構、まあ、昔5年間ぐらいこの辺りに住んでたんで、割とこの周辺は詳しいので、今日はこの街を駅前だけだけど散策しようと思います。昔ここはね、豊橋情報プラザはなんかトヨッキーっていうなんかご当地マスコットがいた気がするんだけど、なんか今いなくなっちゃったな。ちょっと 今豊橋駅の今新幹線口の方にいて、で豊橋駅はなんていうか、あの名鉄とか JR がある方がね、明らかに栄えてるんで、そっちに行こうと思います。おお、結構綺麗にポインセチア、今月の豊橋の花、あ、今月のね。なんかクリスマスシーズン近いなっていう感じするな。小学生の時にポインセチア育ったんだよね。そういや。こっちが JR とかの改札か。ここ JR と名鉄のね、まあ、名鉄って名古屋鉄道の改札一緒なんだよね。こっから両方入れるというちょっと不思議な、まあ東京とかだと当たり前か。今日は空いてるね、やっぱり。今日土曜日の、まあ、午前11時半ぐらいで、あ、やっぱ人いないわ、全然いない。まあ、豊橋そんな大きな街じゃないんだけど、結構人はそれなりにいて、大学とかもあったりするからね。そうそう、カルミア、ちょっとだけ回りますか、駅ビル。ここのお土産じゃない、思い出といえばビアードパパなんだけど、あるか、ビアードパパまだあるかな。あれ、ビアードパパがない。どっちだ、こっちか、もしかしてなくなった。まあこの辺りはよくある駅中のスーパーだね。当然物も高いです。魚屋、成城石入ってるんだ。へえ、成城石高いからな。あ、店もちょっと変わった気がする。ここも昔和菓子おかめ堂のところは、昔ここね、とんかつの仙山かなんかが入ってた気がするな。あ、全然変わった。ここ確か昔焼き鳥、あ、焼き鳥屋はもうここと、フーライバーは昔からあるね。はいはいはい。ちくわ三昧か。へえ、ちょっと変わった。てか全然違う。あ、サボテンか。あれサボテンだったかな。サボテンがこっちに来たのか。へえ、昔はよくここでね、買ってましたね。グリーングルメ。R1F か分かんないけど、ここのサラダはねちょっと高いんだけどうまいんだよね。アボカドとハーブチキンのグリーンサラダとか、この辺全部美味しそうだよね。ゴンチャ、こんな店なかったな。なんだこれは。あ、タピオカか。はいはいはい。あ、ビアードパパこっちに来てんだ。あ、なんか全然場所変わってるわ。へえ、ここ来るの、あ、パン屋は昔からここな気がするな。ここ来るのどうだろう、もう4年ぶりぐらいだけど、結構変わってると思う。あ、そうなんだ、豊橋の駅の中変わってるんだ。へえ、1階ちょっと行くか、地下1階っていうのかな、1階か。あ、こっち下だわ。でこの下がレストラン街なんだけど、はいはいはい。
よくね出張帰りこういうところで飲んでたんだよね。マルタダだったかな、ウオタダだったかな。あー、マルタダだ。はいはい、ここここ寿司マルタダ、ここもよう来たわ。あ、でもなんかすげえ綺麗になってんな。リニューアルというか外装内装も綺麗になってるわ。へー、ランチのお得メニュー、ここ結構うなぎの白焼きとかが出てね、美味しかった気がする。よく来たわここも。うわー懐かしいな、こことかのラーメン屋も何度か来たことあるわ。へー、三河開花亭、まあ、今日せっかく来たから炭水化物の化け物なんだっけ、カレーうどんなるものを食べようと思うんだけど、まあ、解明軒ね、まあ、この辺はまあまあよくあるファミレスというか、まあ、とんかつの和光ね、一人で飯食べるときは結構ここ来てたな。ソジボーもたまに来てたな。へー懐かしいな。でもなんかだから、ね、全体的に全部綺麗になってるわ。こうそうか、地下行くと、あ、なんだろう、めっちゃ懐かしいなそうそう、アニメートとか入ってんだよね。あとクレープ屋があったのも覚えてるわ。あとなんだろう、松木屋も前からあるな多分。うわー久しぶりに来たな。いきなり松木用がドンと割って、うわプリクラなんてまだあるんだ、こんなのなかった気がするな。あ、しかもいるわ女子中高生が。へえすごい。あーそうそう、たこ焼き屋もあるんだよね。そうそう懐かしいな。いやーなんかめっちゃ懐かしい気持ちになってきた。エニタイムは知らんな、俺の興味のない店だからかな。そうそう、たこ焼きあり、クレープあり、これは何だ、質屋か、あ、整体か。へえ、超絶懐かしいんだけど。ウェイフはまた、ここが1階か、はいはいはい。ちょっとホテルのロビー行きたいな久しぶりに。あ、ここに戻ってくるのか。反対側のウィングに行くのには1階上がんなきゃダメかな。あ、1階外出るか。はいはい、この辺はね正直人が通らないスポットだね。まあ何もないから、まあお迎えとかね、車のお迎えとかでここは来たことがあるな。というのも1階のここはねホテルがあるんだよね、豊橋アソシアホテルっていうのがあって、すごい、まあ、いいホテルというか、まあ、JR 系列のホテルだからまあ安定だね。おお、ここも何回か泊まったことあるんだよな。あーすごいな、結構立派だわ。メリークリスマス。あー昼飯とか食べたりもできるんだね。そうそう懐かしいな。そうそう、ここはね自動でチェックインチェックアウトがしかできるはず。あーそうだね、ここでできるんだわ。懐かしいなあ。で俺豊川っていうここの隣の町に住んでたんだけど、まあ、飲み会とかあってなんか絶対帰れないなっていう時にはここにね宿を取ってました。ああ懐かしいわ。はいはい、ここで朝ごはんは食べたことないな。美味しそうだねここのランチもディナーも。さて軽く思い出に浸りながら、そして次は
よくわかんない、やっぱローカル鉄道が走ってんだよね、このぐらいの豊橋くらいの規模になると。こう浜松の遠鉄、静岡の静鉄、そして豊橋の豊鉄って言ってんのかな、確か豊川鉄寺、豊鉄、いや豊鉄な気がするなこれがね、豊橋駅のすぐ隣、 JR のね隣に新豊橋駅ということであるんだよね。ここにコンビニじゃないか、交番もあります。あ、今日いい天気だわ。ちなみに今日は、ユニクロのスウェット1枚 T シャツ1枚なんで結構寒いです。思ったより寒い、多分16度ぐらいしかないと思う。ああ、そうそう、結構ね学生が多いんでね、利用がね、こっちに大学とかね高校があったりするから。そしたらね、街中ちょっと行きますか一旦。とりあえずまあ、まあ思い出スポットっていうほどのものではないんだけど、結構いろいろあるんだよな豊橋は。ちょっと変わったルートを通ってるんで、今、まあ、豊橋駅っぽさのある駅前らしい、ところからスタートしたいと思います。はい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 、ここいつもホームレスの女の人がいて、あの人まだいるんだ、そうか、元気やな。よいしょ、結構これもポインセチアだよね。へえ、まあちょっとだけいろいろとこう寄り道したけど、こっちが駅の方ね。待って、こっちが駅前なるか。豊橋の駅前はね、まずねこの2階からスタートするんだよね。あ、いるじゃん豊っき、こっちに移動したのか。これが豊橋イメージキャラクター、豊っき。うん、で謎のモニュメントでしょ、はい、そうそう、ここを、ああこの上にあるのは全部電灯なんだ。夜来たら綺麗かもね。へえ、豊橋結構気合い入ってんね。ああなんかこう見るとでかい街っぽく見えるな。これ駅の一番真ん前の大通り、これ分かる通り路面電車も走るんだよね。へー、いやはや久しぶりに来ましたね。俺がよく行ってたコンビニあるかな外から見てもこんな感じか。結構でかいよね駅としても。
来ましたね。これから私が豊橋駅の駅前で飲める酒が飲める場所を解説します。ここは非常に多分私のそうだな多分人生の中でもしかしたら一番なんかのなんだろう飲み会とかたくさんやったのは多分この町だからもしかしたら一番詳しいかもな。まあもちろん詳しいって言ってもそんなに詳しくはないんだけど、豊橋の駅前だったらこう様々なニーズに合わせたご提案させていただけるかもしれないもしかしたら久しぶりだな。まあ定番っちゃ定番なのかな。王将はね一人でたまに来てたかな。餃子の王将、王将のなんか唐揚げあんまり好きじゃなくてね、あんま行くことなかったんだよね。で確かこの辺にねメイド居酒屋があったはずなんだけど、どこだったかな、地下に入るこの辺じゃなかったかな、勘違いか。あーでもなんかもうなくなってる感があるな店が。この辺にあったはずメイド居酒屋、よく行ったんだよね。メイドリーミンっていうね居酒屋があって、そこをよく行きましたね。駅から非常に近くていいとこにあるこのローソンは私の行きつけです。元元ってなんだよって思うけど、まあ元行きつけです。アパホテルになったんだ。え、これアパじゃなかった気がするな。このホテルもなんかね別の普通のホテルだった気がする。普通のっていうとあれだけど、さてさてこの辺りからメイン通り入るね。はいはいはい、とりあえずちょっとまずはライトな、よく人がいる。ああなるほどね。あでもやっぱ人通り少ないわ、元気ねえな、まあ、普段からこんなだったかな。レモンサワーハイボール199円、いいっすね。好きや、マクダーナル、ここ結構デカめの本屋があって、ああそうそうブックオフもあるんだわ。そうそうそう、まあ時間も時間だしあんまり人はいないかな。お、なんだこのでかい店は。一星炎の夕食屋、へえ。ドトールとかは前からあると思う。はいはいはい、ちょっととりあえずこのメイン通りまっすぐ行くか。おー、なんか新しい店いっぱいできてるな。外国人ターゲットにしてる店もあるんだ。まあよくある、どうだろう、駅前の居酒屋街って感じかな。あ、ちなみに私が昔散髪に行ってたのはサンキューチャンネルツアーで言うんだったら、ここのアースっていう散髪屋さんはね安いという理由で私はよく行ってましたね。いくらぐらいだったかな、3000円ぐらいだったかな。でもその当時3000円、あ2000円くらいか。ここで散髪をしてもらってました。へえ。あとは勝里とかだもんね。イタリアン食堂ガブ飲みワインドバール、こんなのはなかった気がするな。これ昼からやってんのか。へえ。チーズコート、ハンドメイドナチュラルチーズ、あ全部シャレオツだね。へえ。
町中華こらや分からんな。なるほどね、だいたいこんな感じか。まあ、変わってはいないかな。ちょっとディープな通りに行くか。豊橋昔もそうだったんだけどね、なんかね方向感覚失う街なんだよねここ今おそらく俺はどっちに向かってんだ、これは、こう、うん、西に向かってんのか。そうだね、まあここまで来ちゃうともう駅前って感じじゃないよね。まあ2ブロック3ブロックぐらい離れるとって感じか。あ、ポカラじゃん。ポカラってカレー屋だと思ったんだけど、そうだよね、ポカラこんなとこにもあるんだ。クラブハウス、ライブハウス的なやつもあるのか。おお。さてさて、もうちょっとあのさっきの街の中心街をまだ見てないのでぐるぐるするか。幸いにして今日足が相当調子いいんで、どうだろう、3キロは歩けるな確実に。ワンチャン4キロまで行ける。あ、でも来ちゃったなあそこ。まあいっか。あれ違うか、あそこカレーうどんの瀬川じゃないのかな、ここだった気がするけど。あ、違うな、やっぱり分かんねえわこの町。あ、そう、松葉通り、ここが、豊橋遊び人の街、朝朝ということもあり人が誰もいませんが、これはいつも通りだと思います。まあね、昼間からこの街はね人がいないからね、まあ、逆にそうだな、ここ夜撮ってたらなんか怖いお兄さんに怒られそうだから、まあ今通るぐらいがちょうどいいでしょう。熟女キャバクラ、オイランありますね。まあ今こういうあたりのお店きついだろうな。ラウンジチャチャめちゃくちゃ多分ここ行ってましたね私、仕事の都合でチャチャは行ってた気がするな。懐かしいわ。でも結構高いんだなチャチャ、ワンセット50ミンで。へえ、これは昔からある。スナックパーソンズ、あー分からんな。あ、でも結構多いね店、店の数だけで言ったら100超えそうなぐらいあるんだね。はいはいはい、まあ飯屋プラススナックと多少の風俗とって感じかな。そうそう、フィリピンパブとかもいいんだよねここね。昔ここに有名なゲイバーがあったんだけど、あれも潰れたって聞いたな。そういや、そこにもよく行ってたんだけど。なんかちょっとあれだな若干疲れてるなこの辺り。一本隣の通りも見てみますか。まあ、この辺はまあ飯じゃないよね、なんか遊び人の街だね松葉通りといえば。
そして松葉工事、こっちか、この、ま、門がある方、こっちもまたなそれなりのなんかディープなところだから、まあ誰もいないんだけど、そうそう焼肉慶州、ここもよく行ったな、これ遅くまでやってんだわ。まあもちろん今日はやってないけど、スナックサラサも行った気がするな、ほとんど覚えてないほとんど覚えてないけど、でもあんまりいい思い出はないね。ダイニング大山、あこことかは新しそうだな、昔はなかった気がするな。でこの辺で一番多分ね高くて美味しいお店がここの玄屋、魚介三昧玄、ここはね非常に美味しいですね。ただなんだろう、お酒飲んでお腹いっぱい食べると1万円は超えるようなお店です。まあそれでも1万円だからね、まあ、豊橋って感じ。たまに来てました。上海飯店、この辺もちょっと行ってみたかったんだけどな、結局行く機会がなかったな。パブエデン、夕焼け横丁三丁目、こことかもあんまり行ってないな。まあこの辺になるともうスナック、ほぼ全部スナックじゃねえかスナック多いな。わかんないよね、どこで飲むんでいいのかなんてね、こんだけよくわかんない店いっぱいあると。ラウンジ F、 ここよく行ってた気がするんだけどな、ここ昔フェアリーガーデンって店だった気がするんだけど、違うか。あれフェガはこの辺じゃなかったかな。でファミマがあって、でもう一本こっち入ると、あこっちまだあれなんだ、へえ。ここもまたあれか、風俗系の店というか夜の店か、はあはあはあ、まあ、典型的雑居ビルもあるし、無料案内所もあるし、居酒屋もあるし、あるじゃんまだ、ニューハーフグランドキャバレー、ピンクパンサー、あまだあるんだ、うーわまだあってやってはるんだ。ここも何度も行ったんだよな。あでも今やってないのかな、5月7日より。ああ営業時間変更だけどやってるんだ、まだあるとはね。元祖お釜の店、そう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 、なんかポールショーとかやってんだよねここね。まあポールダンサーの人がいる時だけだけど、はい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 、思い出してきましたね、クラブフィリピーナ、この辺も新しいな。居酒屋ダイニング天空はよくあるチェーン店でしょ。おお気合入ってっけど、これ大丈夫かい。まあ、こんな感じか。でカレーうどんのなんか店がそうそうあるはずだったのがなかったんだよな。ちょっと待って一回携帯で調べよっかな。まあそうだね、調べないと分かんないな。どっちだ、こっち、あれやっぱこっちか、そうだよね、
ちょっと行くか、戻ることになるけど、こっちだわ。そうだよね、やっぱ俺の思ってた場所は間違い、あ、もう一本向こうか、はいはいはい、 Alright、 まあ、ちょうど今お昼12時ぐらいなんで、会社員時代私も昔ね、こここうスーツを着てね、暑っここの目あたりをカッポしてたわけですよ。懐かしいね。昔はまあコロナとかねなかった時代は結構ずっと混んでたし人もいっぱいいたけど、今は厳しいだろうなここもな。でもあんまり変わってないと思う、このあたりに関して言うと。さて行くか、カレーうどん。そんなに腹減ってんだよなこれがまあいいか、頑張って食べよう。はいはいはい、チェリオもあるし、チェリオの自販機が多いのは多分愛知県の特色だね。そしてチェリオといえば、ライフガード、これか高校生の時によくよくというか毎年愛知県に遠征に来てて、必ずライフガード飲んでましたね。チェリオじゃん。ただ愛知県は油断してるとね、横断歩道歩いてても跳ねられるんで、ここ気をつけてください皆さんも。ここは特殊な街なんでね非常に危険なので。この辺りまでさすがに来ることあんまなかったな、ちょっと遠いんだよね。色彩華やか、刃物屋、へえ。居酒屋ナムル、韓国系って感じか。はい、来ました、そばどころ瀬川、一生懸命誘致見えましたね。ここが瀬川本店、見えねえか、またこのカメラ的には私の視力だとバッチリ見えるんだけど、この真正面に見えるのが、うどんそばどころ瀬川本店、おそらく一番カレーうどんで有名だと思われますので、ここで飯を食っていこうと思います。やってるよな。待って、でもカレーうどんある？ないじゃん。普通に鍋焼きうどん、味噌煮込みうどん定食だな。まあいいや、あ、いいところに方角が分かるやつあるわ。 North South East West。 あ、食べたね公園通るか。あっつ。ここが駅前にある公園の中ではまあまあ大きめなのかな。にしても食べたね。うん。やっぱ炭水化物かける炭水化物はやっぱりきつい。きついです、普通にお腹パンパカリになっちゃうんで、これからはもう路面電車とか走ってるからちょっとそっちに行こうかな。そっちに行きながら豊橋城をあたりに向けて歩こうかなと思います。戻るかメインルート。
いやー食ったわこれ信号青、青か、見えねえ見えねえ。あ、例えば自転車新しく買おうと思ってるんだよね。新しくというか、ちゃんとヘルメットしてて偉いな。なんかチャリがあったらもうちょっとこう活動の範囲が広がるかなとかね思ってます中学生みたいなこと言って大変恐縮ではありますが、自転車を買って、そうだな、どこまで行こうかな。なんか天竜川とかあっちの方とか浜北の方とか、あと前に行ったあの南の方とか、あと前に教えてもらったなんかお店とかも結構うちから離れてるところにあるから、ちょっといろんなところにこうアクセスするのに、チャリを買おうかななんて少しだけ思ってます。一度駅まで戻るか来た道と同じじゃ面白くないから、ちょっと違うところを通っていきましょう。はあ、このあと急激に多分眠くなるだろうな。血糖値の多分急上昇がやばいと思うわ、あれ食ったら。ちなみにあれ一杯で880円ね、カロリーベースで言ったら悪くないかもしれない。相当高カロリーだと思うわ。ご飯、麺、カレー、野菜はほぼネギだけか、まあ福神もちょっとあるけど。ちなみに今日の私の飲み物は、午後の紅茶おいしい無糖です。これはおいしい。よいしょ。ああ、コレクションハイボールバー、へえ、ハイボール飲みてえな。飲み放題、歌い放題か。歌い放題はな、歌いたくないからな。ゴシップガール、ここの2階ミストかな、ここのバーは行ったことがある気がする。普通のバーだった気がするんだけど、こっちは時場通りか。そうだね、こっちがある程度まあメインっちゃメインか、屋根付きの方だ。あ、串カツ田中、これどこもあるの、これチェーンなんだね。ピュアチョコレート、へえ、高そう。ちょっと意図せずして人と人の間を通ってしまった喧嘩売ってるわけではないです。昼営業やってます。あ、まあ土曜の昼だけど、まあここは結構居酒屋が多いから、まあこんな感じか。天ぷら丸中本店、へえ。あ、立ち飲み系ってこと？へえ。結構安い。で、ここ結構大きめの本屋があるんだよね。そうそう。
こはね、そうそう、インターナショナルバーって自分で言ってるだけあって、海外の人とかいっぱいいるんだよね、ここつって。まあブラジルの人が多かったかな、出稼ぎで来てるというか。そういう人が多かった気がする。そしてセブンね、ここのセブンもよく行ってました。ここも非常にアクセスがいいのでさて戻りますか。こう駅中と駅前はだいぶこうなんていうかクリスマス感があったけど、ちょっと一本入るとなんかそんな感じが特にないね。パチスロとかもやんねえからこの辺は特に馴染みがねえな。扇屋、確かここだったと思うんだけどな、昔あったの。この地下がその怪しい居酒屋だった気がするんだけどな、もうねえんだな。はいはい、そうそう、バスも走ってるけど、路面電車も走ってんだよね。豊橋信用金庫あり。うわ、あんな形してたんだ。ちょっとこのカメラだと見えねえ。ああ、ちょうど車で見えねえんだけど、ちょっと1台近くで見たいな。あれなんだけど、パト電車、パトカーを、パトカーコスプレした。へえ、なんかね、おでん列車とかよくやったんだよね。なんか中でずっとおでん食えるみたいな、特別便で。あとなんかあのビール電車とか、ビール飲み放題であの往復するみたいなやつまあ今はね、まあ、コロナでどうしてもその手の企画系はできないけど、結構面白いことはやってるよね。長崎カステイラ、こののれんが新しいだけで昔からあっただろうな、これ。あ、あるわ、見たことあるわ、盆地が。あ、見たことありますね。あ、そうだ、ここにあったデパートはどうなったの。そういや、ここデパートがあったんだけど、どこだっけ。あ、これだわ、響いてこそ技術、シンフォニアテクノロジー。そうそう、ホノクニデパートあるんだ、まだ。え、なもう中身ないよね、潰れたって聞いた気がするんだけどな。せっかくだから路面電車乗ってもいいんだけど、歩ける距離なんだよな、これが。
へー、豊橋っていわゆる百貨店がなくて、多分俺の知る限りで、ここにほの国屋デパートってのがあったんだけど、それも潰れたって聞いたんだよな。どれどれ、ちょっと様子を見てみますか。この建物なんだけど、まあ、ちょっと駅から離れてんだよね。こうデパートはもっとなんつうか絶好の立地にないといけないんだけど、ここちょい遠いんだわ。あ、3月15日日曜日閉店、45年間のご愛顔に、ご愛顧か、失礼、に感謝申し上げます。はいはい、いやもうやっぱりもうないんだ。へえー、じゃあここ何になるんだろうね。こんなでっかい箱このままほっといてんのか。でもまあ決まんないよな、こんだけでかい物件だと。ああでもこんなとこになんかタワーマンションも建ってるわ。豊橋も変わってるんだな。サナル学院じゃん、学習塾動いてるね。で確かだけど自分の記憶が正しければ、あのね、この何路面電車が行くのがね、なんかちょっと外れた方に行くんだよね。本来だったら市役所とかの方に向かえばいいんだけど、これ市役所に行かないんだわ確か。まあその代わりでもバスとかが市役所はカバーしてんだけど、だから今ちょっと市役所向かうのにはね、ちょっとあんまり路面電車は使えねえんだよな。やっぱすごいわ、だから昔この辺いただけあって地図がなくても大体わかるわ。ちょっと瀬川迷ったけどへこっちだと思ってんだけど、違うのか、俺は間違ってんのか。これ左に行くと多分市役所が見えるはず。ここはよくね、そのポケモン GO みたいなゲームがあって、イングレスって言うんだけど、こう外を歩き回るゲームで、この辺りもよく歩いたな。なんか冬に歩いてるんだよね、よう歩いたゲームのために。すげえとこに車止めてるけどこれありなんかこれガチガチの報道だけどまあいいでしょう。そして、こっちかな？そうね、市役所、そうそう。市役所とかお城があるの、あ、と思ったら市役所の方に走ってんじゃん、路面電車。俺の完全な勘違いだわ。走ってんのが。あれ？路面電車こっち行くんだ。で、路面電車用の信号とかってね、よくわかんないんだよね。もうずっと前だからね。運転免許のやつ。
や結構人乗ってるわ、しかもすげえ結構いるわ。ちょっと市役所の方に向かうんで、ここは横断歩道を渡りたいんだけど、結構気合いの入った車が2台もいるね。これが愛知県だね。愛知県はこういうパワープレイがやっぱり主流なんでね非常に、特徴的な街だと思います。なんだろう、すごいのいるな。よくわからん像もあるし、酒飲んでんのかな、弁天さんかな。あの、風船を膨らませる人って書いてあるわ酒飲んでねえんだ。ここ国道1号線なんで、交通量は相当激しいね。すごくなんかこの辺あれなんだよね、こうモニュメントが多いんだよね、豊橋シティは。トイレはラバトリーですか。なるほど。でちっちゃい公園があってそうそう、あと豊橋で言ったら山さがあるからね、あのちくわの山さ、昆布ポン酢の山さ、あんだけ食ったから多少歩かねえとな。3万歩かねえと多分カロリーとしては消費できないだろうな。マスク邪魔だなちょっと取っていいっすか。ふぅ、だいぶ楽になるわ。こっちから行く？そうだね、ちょっと一本入るか。よいしょ。アマトウトキはここ駄菓子屋だった気がすんな。今日はお休みかね。中でおでんとか食えた気がするんだけど、かき氷とかソフトクリーム、ともえ焼き、喫茶店っぽいな。されされ、画材店か。ほう、そうなんだよね、豊橋のね市役所も結構立派なんだよね。そうそうそう、信号か。あ、これ東海道なんだ。これ旧東海道ってこと？ここが。あ、そういうこと。はい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 。よし。
ガソスタがあって、郵便局があって、神で洋服店、おお、なんかかっけえな。すごいじゃん、止まってくれたじゃん。そんな日もあるね。豊橋市公会堂、うわこれ上登んなきゃいけねえのか。めんどくせえ、エレベーター使おう。ちょっと今日この後長いんでエレベーター使います。こっちか。おお、なんかカメラ持ってる人がいっぱいいるな。なんかあんのか。なんか上にもいる。めっちゃ望遠カメラだ。何撮ってんだろう。三脚使えばいいの。もしかしてこれか。路面電車か。そして豊橋公会堂、まあ旧議会なのかね。やっぱこれぐらいの街になってくるとこういうのが結構しっかりしてんだよね。静岡市しかり、浜松はなかった気がするな。甲府とかもそうだったな。はいはい、ダブルコンドルじゃん。これ掘ってるわけですよ、こういうの。すごいよな。公会堂建設当時のもので、へえ、すごいな。昭和6年か。やっぱ石だね。こうよく、まあ、冗談のように記録媒体の歴史みたいなので一番長持ちするのは結局石だっていう。このディスクとか、まあ、データとか、まあ、データとデータのその保存媒体としてハードディスクとかね、 CD、DVD とかいろいろあるけど、結局石が一番長持ちするんだよな。すごいな、昭和から。まあ多少直してんのかな。雨風ぐらいじゃ大丈夫なのかな、ちょっとわかんねえけど。あ、みんなソーシャルしてんな。俺も一応マスクつけっか。こんだけ離れてりゃ別に公園なんて全然良さそうに思うけどな。まあ郷に行っては、郷に行っては郷にした上、豊橋公園です。結構でかいんだわ豊橋公園が。またこの吉田城跡、今俺ここに行って
まあ、とりあえず行くか、本丸広場。ここ結構でかいんだよね。まあどこの町というか、まあどこもって言って全部じゃないんだけど、やっぱりお城のところは公園でちゃんと残されてるのはいいね。ここ桜の木がいっぱいあるから、花見はここではしなかったかな。花見よく岡崎でやったんだよな。また散歩のいい岡崎、いや岡崎はさすがに何もなさすぎるか町の規模としては岡崎も結構でかいんだよね。はい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 、ソテツじゃん。合ってるか知らないけど、松の木あり、桜の木あり、お、なんかの撮影かな。違う、なんかのイベントか。あれ今日なんかやんのか。吉田町の石垣、マニア歓喜のやつだね。何かやるのか。ここ入っていいのかな。すごいじゃん、ソーシャルなんちゃらをやってますね。やっぱお城だけあって、こうちゃんと川に面してね、攻められにくいところにあるんだろうね。鉄橋開放中じゃないわ、鉄橋じゃないわ。さすがに中はちょっとね、許可いびそうだし。よいしょ。そしてここから、あ、確かに見晴らしはいいね。ここを流れてる川が豊川です。でここからこの川の向こうが豊川市なんだよね。川は豊川で濁る、町は豊川でね、濁らないという。はいはい、あ、確かに、あ、いいとこだね。よっ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。何らかのイベントやるみたいだね。ああ、でもこの辺りの石垣は現存してる？そんなわけないよね。結構いい具合に積まれてるけど。
これがお堀ってやつかおそらく。そして戦死者供養の日、はあ、やっぱどこにもあるよな。歩兵18なんて言うんだろう、部隊、大隊、この裏側に多分名前がもうざっくり彫ってあるんだろうな。現代語訳もあるわ。うん。そしてさらに進んだ先にあるのが僕アメリカ人の同僚と一緒に来てなんかすげえ戦争の話をしたの覚えてるな。まあ向こうも話しづらかったかもな。これはなんだ。さっぱり覚えてねえわ。これは、明治27年8年の日清戦争後に建てられた戦勝記念碑、神武天皇のお姿。はいはいはい。なるほど。戦勝記念碑か。後ろにも同じことが書いてあるんだ。まあ、立派な像だね。そのアメリカ人は何つったかな、同僚の下。欲張りすぎてるのが良くないみたいなこと言ったんだかな。何だったか覚えちゃねえわ。イエスともノーとも言わない曖昧な回答をしてしまったな。あれは良くなかったかもな。まあ、なるべくしてなったというかね、戦争というのはそういう認識だからな、自分の場合は。うん、こっち行くと外出ちゃうか。さて戻りますか、お待ちに。あーでも結構いい散歩道だね。鳥のさえずり、木漏れ日、はあ、歩兵隊の慰霊碑みたいなものもあるんだ。はあ、で大体こういうところにセットになっているのが美術館なんですよ。ここは来たことない気がするな。これ美術館だったよね確か。あとはなんかお茶の、あ、いい感じだ。落ち葉も非常にいいです。シティミュージアムアート&ヒストリーか。はい、うわ結構立派な箱物作ってんな。この建造の感じからしてどうだろうね。昭和4、50年ぐらい作られてんじゃないかな、このレンガライクな建物は。
ハトも人間慣れしてるから全然って言ったら飛んだね。それハトも飛びますよ。年配の方々がおられるね。そして銅像、結構なんていうか芸術に力を入れてるんだな、こう見ると。地方役所跡、はあ。あれはなんだ、神社か。なんだそこ、今日門閉じられてんだろう。こっちは駐車場およびテニスコートとかだった気がするけど、ああこっちか、ここがテニスコートか。あとは公園ね。あ、結構いい街だね。 Wi-Fi もフリーで飛んでるらしいし、さてこっからが、若干ディープな豊橋かな。あのね、実はまあ YouTube のその動画だと相当分かりづらいと思うんだけど、私ね、黒目がね茶色くて、多分そのせいだと思うけど、日光が眩しくてね結構きついんだよね、太陽光が。まあグラサンかけりゃいいっちゃいいんだけど、度が入ったグラサンってめっちゃ高いから、まあ仕方なく普通のメガネなんだけど、すげえ眩しいこれ遺伝なんだよな。うちの母親がね相当目が茶色くて、それを色濃くついてしまったようでね、私も目が茶色なんだよね。空気がうまい。そろそろなんとかならんもんかね、このマスク生活も。そろそろなんとかしてほしいな。誰に言うわけでもないんだけどさ、なんとかしてほしいんだよね。あ、ちゃんと市役所の前通るんだ。俺の勘違いだわ。豊橋公園前、ちゃんと市役所前って通るんだね。
車社会だよね、まあ、愛知県はまあそうだよね。トヨタ、トヨタ、スズキ、トヨタ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 、マツダ、トヨタ、ミニ、スズキ、ダイハツ、スズキ、スズキ、ダイハツ、マツダ、トヨタ、ダイハツ、わかんないやつ、知らん、日産、クソ、ホンダ、あ、ホンダ少ないな、こう見ると、トヨタ、ホンダ、スズキ、トヨタ、日産、トヨタ、ホンダ、奥から来てるのはトヨタ、ホンダ、スズキと思ったらダイハツだったわ。なんかトヨタ多いね。まあお膝元といえばお膝元だからな、この辺りまではね。浜松が鈴木のね、あのそれこそ、まあ、お膝元というか本体があるところだから、鈴木もやっぱ多いね、隣町ということもあって。おそらくだけど駅の方向に向かってるのかな、ちょっと不明なので、マップを確認します自信がなさすなので、駅には向かってるね、方角的にはそうだけど、いや向かってないね、どっかで右曲がるのか、あ、どっかで右曲がるんだな。オッケーオッケーオッケー。どっかで右曲がるんだ。はいはいはい。はい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 。ああ、なるほど。なるほどなるほど。うん。で、こっち来ない方がよかったね。間違えましたね。あそこなんか変なモニュメントあるな、地下行くか。これが東海道なんだな。これまっすぐ行くか。かっこいい建物もあるし、わかりますかね、私の目の感じ。多分わかんねえよな今光がこうがっつり当たってるから、ちゃんと茶色く光ってるはずなんだけど、まあ家帰って見てみます。行こう。和菓子屋さんっぽいけど、やってる？やってないね。
まあこの町はね、まあ自分基準だったら正直車なくても全然余裕で暮らせる町なんだけど、まあ、誰一人としてそういうことをこの町に住んでる人言ってるの聞いたことがないんで、多分いるんでしょ。割とね駅前に何でもあるんだけど、まあちょっとここぐらいまで来るときついのかな。まあスーパーみたいなのがあんまないんだよね。まあなんていうか都市部特有だろうけど、米屋か。ここが広小路通り、ここか俺が目指していた通りは。なんかね結構ディープな感じのね通りがあるんだよね。ここじゃ多分ないんだよね。もうちょっとなんか一本向こうだと思うんだよな。なんつうの、長屋街、長屋って言ったら怒られるのかな、今差別用語になるかな、わかんないけど、なかなかいい雰囲気の場所があるからそこ行きたいんだよね。レッツゴー。まあさすがにこの辺まで来るともうあれだね、駅前じゃないね、居酒屋もねえしコンビニもねえし、住宅地がちょっと広がってる感じだね。そして謎のかっこいい歩道橋、この歩道橋かっこいいよな。ここ金かけてると思うわ。相当かけてんだろうな。普通の歩道橋にするのの一体何倍かかったんだろうっていうぐらいこう気合入ってます、この歩道橋。ちなみにな、んていうかこう3つの方向から、そそり立つようなモニュメントが冠に乗っていて、あ、あったわ、こっち合ってるわ、オッケーオッケー、眩しい。一応自転車への配慮あり。はいはいはい、ここ歩道橋がなんとね三叉なんだよね。こう3つにこう分かれていくという非常に特徴的な、まあこの下の道路がちょっと変な形だからってのはあるんだろうけど、三叉です。多分これ登んないとあそこ渡れない。あ、なるほどね、歩道橋、歩道橋じゃないわ、横断歩道がすぐにあったわ。子供英会話アミティもある。はいはい、豊川信用金庫、川信って略すのか。さあやってきました、私の今日の、2つ目かな。まあいろいろあったから2つ目だとちょっと寂しくなっちゃうけど、ここは行こうなと思っていた場所が、ここで、なんて言えばいいんだろうな、謎の長屋街。ここにいいって書いてあるんだけど、なんかねすげえいっぱいこう似たような形の建物がここずっと並んでるところで、まあなんか、スナック的なやつもあるし駄菓子屋的なのもあるんだけど、ほぼ全部閉まってんじゃねえか。閉まりすぎですね。まあ土曜日ですからか、ここはないですね、ほとんど民家あり散髪屋あり、
すげえいっぱい植物があるけどいいのかこんな置いてよし田橋、ここもともと川だったのかな、確かね。川というか用水路っていうのかな、その上にこれ建物なんかこうバチコーンって作ってあって、うわ何もやってねえな。まあ昔もそんなに栄えてた場所だという印象はないけど、今見ると改めて何もねえわ。ちょっと全部閉まってんじゃん。さっそう。多分反対側も同じようなあの面構えなんだけど、多分そっちもおそらく全閉まりかな。この川っぽい入り立ちから察するに用水路だったんだな。これが C 棟だから D 棟、徐々に A 棟に向かっていくことによって飲食店とかが増えるはず。信号長いやなここ待機。あでも意外と歩いてると暑いね。行きますか。うわ、ヤフー BB Do It Station なんかすごいのあるな。20年前にあった感じするな。すごいね。お寿司マイズル。はいはいはい。はいはい。これもまた歴史のありそうな。上は人が住んでんだよね、多分ね。多分だけど。そう、第一内装インテリア、明治キャラメル。ここ確か駄菓子屋でしょ。あ、駄菓子屋だね。多分やってるね。あ、やってはるわ。ああ。ここ以外にもね、あると思う、多分。なかったかな。もう B とか金見市、上市南橋。花火屋とかあった気がするんだけどな。あとな、豊田屋、豊田屋、ご飯屋、喫茶店。あー、なかなかが気合の入った喫茶店って感じてんな。なんかでも前よりもやってるところさらに減ったな。ここはもう前からなんかこんな感じだったんだけど、さらに減った感じすんな。餃子坂田やってるかやってないか分かんねえからな、外から。カフェかな、なカフェ。ほうほうほう、結構入ってるわ。そしてさらに A 棟まで行ったけどまだあって、ここを登っていくわけですよ。でこの歩道橋が前はね、歩くだけでそこが抜けそうだったんだけど、どうなったかな。もう今マシになってんのかな。ここマジで底抜けそうだったんだよね前。でもこの感じもあれだな、
補修というか舗装というか補強というのか、あ、してるね。こんなベコベコの歩道橋あるかねっていうぐらいボキボコだったんだけど、ここ、はあ、やってるなでも低いわ。安全基準がなんか多分あれなんだろうな今はなんか許されなさそうな、歩道橋の低さだね。あ、でも大きな街だな、こう見ると。あ、でもやっぱ揺れるわ。あ、揺れる揺れるこれジャンプすると揺れる歩道橋です。あの、危険なんで絶対に試さないでください。はいはい、今度こっち見てみるか。一応まだ続くからね。あ、そうそう、駄菓子屋さんね。はいはい、ありますね。でも今腹いっぱいで何にも買う気になんねえからな。あー、駄菓子屋、花火屋。コーヒー屋。 やっぱ駄菓子屋めっちゃあるわ。こんないっぱいあったか。へえ。大人買い楽しみませんか。チョコバットとか買いてえよな。60本入りでいくらなんだろう。1000円ぐらいで買えちゃう。1本10円、600円で買えるのか。4店舗くらいあったね、もうね、すでに。やっぱ駄菓子屋は多いな。よくやってられるな。あ、まだもう一個ある。違ったわ。懐かし屋、アンティーク懐かし屋。すごいじゃん、エイトマンじゃん、鉄腕アトムじゃん。ただすげえ新しそうなデザインだな。あ、すごい、昭和を懐かしんでみてください。でも俺これ見てそんな懐かしいっていう年代でもまたないんだよな。そのうち平成屋とかが出てくるのかなそういうことだよね。平成懐かしいなっていう店が出るんだ。あ、またここも駄菓子屋か。はいはいはい、花火屋か。あ、一応結構ここ花火有名だからね、豊橋豊川は。火薬が多分あれだね、織田信長のおかげで火薬が有名みたいだよ。適当なこと言いましたけど、多分そういうことだと思ってますここは渡れないの。どうやって行くんだ、こっちか。一回迂回すんのか。こうね、はいはい、こう行ってこうね。ここはジャック&ベッティかな。もう今やってねえけど。ここ不便だな。あそこまっすぐ行きたいとこなんだけどな。まあこの辺りの昔ながらの系の場所はどこもきつそうだね。アウディじゃねえよ。ああ、この辺はちょっと居酒屋チックになってくるね。
ちなみに今場所わかんない人のために言うと、ここは今豊橋駅からちょっと離れたとこかな、まあ、1キロぐらいかな、1キロぐらい東の方にある場所で、まああれだな、飲み会大好きおじさんたちもここまではなかなか来れないかな。ただなんかこういう歴史のありそうな、ありそうなじゃない、絶対あるな、こういうお店があるのが多分こっちの街の特徴だね。喫茶キャロン、いやーすごいわ、昭和やん本当にこういうところとかも行ってみたいな。でも俺そもそも喫茶店に行く文化が自分がないからな。なんか仕事の打ち合わせの暇つぶしとかではよく行ったけど、あのおしゃれな喫茶店巡りが趣味ですみたいなのとはちょっと俺はあんまり分かり合えないタイプだから、そのあたり困るんだけどあ、また花火駄菓子屋だわ、しかもここすぐそこ、次の信号右に U ターン、左手側、右に U ターンってどういうことだよ。あ、こっちから行けってこと、え、何言ってんのか分かんねえわ。あ、場所変わったってことステーショナリー文房具屋か。いやーすごいわ、マジでよくやってられんな。ここいいよな、言ってもいい。食事どころ青果屋ボンクロ、ここは比較的新しそうだな。タバコセンター、花屋、街中社員食堂、ああいいんじゃないですか。普通の食堂っぽいな。お、散髪屋、服屋、結婚相談所、婚活情報カフェバー、あ、チャリ屋だ。ジャイアントの自転車欲しいんだよね。まあこんな遠くで離れたところで買ったらメンテとかめんどくせえから絶対ここじゃ買わないんだけど、ジャイアントの自転車欲しいな。5万5000円くらいで買えるから買おうと思うんですよ。はいはい、杉青果店、レタス80円は安いね。へえ、あ、結構安い。チュロスじゃん。チュロス屋は絞ったね。チュロス一本勝負は結構やるな。札幌ラーメン、車屋。はい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 、この辺りは正直俺来たことないんだよな、あんまりな。一応街並みとして蜂蜜専門店、へえ、そんなのもあるのか。一応見たことはあるんだけど来たこととかあんまないんだね。スイーツ&カフェスタンドミルクス、まあ、いわゆるタピオカ屋だな。靴の3は靴屋さんか。いやー、よう頑張ってるというか、ご飯屋三好、全然中見えねえな。カツとじ定食800円、あアウカイジェネラルストア、ジェネラリストっぽい感じですね。どっちから行くんだ、向こう行くか。あ、なんだろう、中学生が廃品回収やってるな。しっかり仕事してるから俺が見て回ってやるから、こっち側から行こう
賃貸売買ピタッとハウス、はいはい。にしてもなんか信号の作りが悪いよね。ここ真ん中からまっすぐ行けないってのは結構きついわ。なんだなんだ、このキッズは何をしてるんだ。ここの色変わってる、こっち側に入ってる。いいですね。なんか今から始まるんだ、野外授業ってことか。土曜日から大変だな先生も。昔は生徒の気持ちだったけど今先生が大変だな。ここ居酒屋か、うわ。ここの辺まで来るとディープだね。大衆酒場中村屋。大衆っていう割に、でも最近ねハイボールが安い店が多すぎてね、350円だとちょっと高いんじゃないって思っちゃうんだよね。最近ちょっとバカみたいに本当に安いとこ多いから、でいろんななんか居酒屋そういうとこ入っちゃうとなんか入りづらくなってしまう。こう貧乏根性炸裂しちゃうんで。カラオケ居酒屋、はいはいはい。演劇鑑賞会、はい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 。中華料理、あお好み屋、むちゃくちゃ歴史ありそうだけど、本場大阪の味、伊勢路、いい匂いがする。あのお好みソースの焦げるいい匂いでした。豊橋ビル商店街というらしいです。これで全部見たと。で豊橋のちょっとしたというか、なんか劇場とかやってるのがこっちかな。美術芸術は多分こっち。プラート。そして駅前に戻ってきますが、これで大方どうでしょう。これ私の知ってる大体ね、豊橋は豊橋駅前は。まあ、大方回ったかなって思います。もうちょっとこの先、少しだけ思い出の場所があるんで最後にそこは立ち寄ろうと思うけど、まあ地方都市って感じだね。浜松とかなんかこう静岡に比較的、近い雰囲気の、まあ、まあまあの大きさの町って感じ。特色は何だろうな、まあカレーうどん気合い入れてるのはそうなんだけど、どうだろう。まあでも駄菓子屋とかあの辺は結構多かったけど、まあそれぐらいかな。はあ、マシ近づいてきたからマスクつけるか。やれやれ、めんどくせえが。フォローザルールですよ。よいしょ。で他にもねホテルでいうと、まあ、豊橋観光来る人多分、日本全国探してもほとんどいないと思うけど、あのホテルはねここもいい。ホテルアークリッシュ豊橋、ここも結構いいお宿です。部屋も綺麗だし駅も近いし、あのみんな大好きスターバックスもあるし、割とねおすすめ。私もここ何度か宿泊したことありますが、なかなかいいホテルでした。スタバは混んでる。おお、やっぱスタバ混んでますね。スタバ好きだよな本当。
んとあるんだ、あのついたてみたいなの。これ思うんだよね、絶対勉強とかするんだったらスタバよりも図書館か家がいいと思うんだよね。仕事するのとかも全部そうだと思うんだけど、よくわかんないな俺には。環境が変わるとちょっといいとかって言うけど、絶対家には勝てないと思うわ。初めてのアコム、ここの地下バードなんちゃらとか、この辺の居酒屋は行ったな。一応まだ俺の足が全然まだ余裕だから、あ、一個だけレストラン、おすすめのレストラン紹介しよう。ここじゃない、ファミリーレストラン、ここ行ったことなくて、一個だけあるからその紹介だけして南側行くか。まあなんつうか、豊橋はもう典型的なこう北側がチャンピオンだから、もう南側が随分なんかこう静かというか、そういう場所なんだよな。はい、戻ってきました。スロープ通りますか。まあ、また豊橋の駅前です。で、ここを下るんだっけ？若干曖昧ですが、まっすぐ行っていいのかな？ふざけたモニュメント、なんだこれは。鶏とブロッコリーですね、多分。あったわ。ちなみに豊橋駅前で昼飯は多分やってねえんじゃねえかな、わかんないけど、私のいろんな飯屋行きましたが、焼肉はね、ここの焼肉どころ若葉亭っていうのがあって、ここマジでおすすめです。ちょっと近くまで行くけど、ここはね、焼肉屋なんだけど JA 愛知が直営でやってんだよね。だから肉がすごい安い。あ、ただいま営業中だわ。やってるの、ランチ。へえ。ここ。あ、いい肉の焼ける匂いがする。ここ、ここおすすめです。くらいかな、俺がいいですっていうのは。駅前で際立って美味しいのはあそこくらいかな。
ここ通っていいのかな、うん、通らせてもらいました。たまに車はここに止めてそのまま出張とかも行ってたな。え、あそこになんかできてる、なんかある。てかこんなパス通ってんだここ。へー、駅の下のところになんかできてる。あ、バスセンターなんてできたんだ。ちょっとトイレ行きたいな。ちょっとトイレ探します。ここのトイレはこっちにあるんだよね。よいしょ、どうしよっかな。ちょっとだけ駅中探検するか。カルミーヤ、あーでもセリアとライトオンと無印ぐらいしかないな。やめよう。あとは散歩系の動画にありがちな、終盤の何もないところをさまようやつ、一番、薄いところですが、皆様ぜひ最後までお楽しみください。まあ、JR 東海ツアーズもあって、なんかやるのない、なんか生きった音楽流すようになったな。まあポインセチアは綺麗でもあるね、ここは。それは評価したいね。お土産はここで買います。まあといっても多分ブラックサンダーぐらいだな、多分。そうなんだよね、東三河のゲートウェイ、結構なんか自動車の輸入をしてる港があってね。これはどこ、アバラス、分かりません。396万円、 SPA、 イッタリーの会社。できますか、新幹線口。こっちはなかなかなんだよな。あー、この乗りの人まだいるんだ。昔もいましたね。さあ来ました、南口。こっちはね、何にもないんだよね。土壌屋さん、うん、もうこの雰囲気から分かる通りね、ここはねないんですよ。
ここ一応居酒屋があって串カツの中村屋は多分新しいだろう、行ったことねえけど、ここか、居酒屋百万石、土壌屋さんか。土壌食べたけどね、すごい美味しくなかったね個人の感想ですが、すげえ泥臭くてね、私は好きじゃなかったです。土壌だったらまあアナゴかウナギでいいんじゃないかなっていう気がします。そしてカレーうどん瀬川西駅店、あ、ここにもあるんだ瀬川、へえ。一応ちょろっとした飲み屋というか居酒屋街が実は駅の西側、南西側にはちょっと広がってて、立ち飲み串カツ、はいはい、ありますね。どうまいカレーライス、はあ、串カツ屋だね。あとはバー、休業中。ホルモン酒場トンペイ、あ、いい感じの黒板だな。へえ。やってはるのかな、ちょっとわかんないっすね。まあここはやっぱりある程度夜にぎわうとこだからね、まあ今来てもって感じだね。わんぱく通りっていうんだここ、へえ。日の丸屋、支度中、石窯ピッツァ、ピザ屋あり、串揚げ屋あり、タコス屋あり、メキシポン、バーありかな。これメキシポン、メキシカンか。唐揚げ屋あり、洋風酒場あり。まあそれなりにあるっちゃあるんだよな。昔はね、このもうちょっと向こうの方に確かね、ちゃんこ鍋屋があってね、それが美味しかった気がするんだけど、なんかいつの間にかなくなっちゃったんだよね。バー三日月、はあ、まあコロナの影響をもろに受けてるのが多分この辺りだろうから。まあちょうど いっぱい話せそうだからここでよしにするか、豊橋編は。というわけで豊橋駅、まあ、北側を中心に、ご当地グルメを食べ、思い出の場所を通り、最後にほとんど今はこの時間は何もない、南の居酒屋通りを、最後に背にして、本日の散歩は終了したいと思います。ちょっとまあうどん食った分だけのカロリー消費にはまあちょっとほど遠そうですがね、まあこんなとこですか。次回は豊川かな、ここのさらに隣の町で自分が本当に住んでた町がある近くなんで、次回豊川に行こうと思います。それじゃあ皆さん元気で、ほなまた。